その歴史を刻んだのが田中智選手の左足でしたね。はい、でまあ、立谷さんがいい落としをしてくれたので冷静にゴールへの足を求めていました。どうして今日は試合前から気合が入ってました。本当にたくさんのサポーター